うち今日で最後なんだよ。今日でこの旅館閉めることにしたんだよ。しかし最後の宿泊客は、私今日で最後なんです、この仕事。今日の深夜バスで帰るよ。この仕事最後にするから。一緒に卓球やるのもこれで最後になるんだから。最後だからって頑張んなくていいから。それぞれの最後が、これずっと続いてるんですよ。4時間。この旅館は世界記録を生み出した旅館としてめちゃめちゃ有名になるかもしれないんです。ネットで全世界生中継されます。本当に起こせたんですよ、ミラクル。別れるとか言うなよ。一番努力してきたのはあなたなんじゃないの。あの座敷を走って、ちょっとだけいい話。ネタ作ろう。え、田沼旅館の奇跡。どうも、栗林だ、フィッス。